水口一松慶応4年1月5日は、新選組大使。前世紀には、剣術教授並みを務めていた。忠てる。本名は藤田。一刀流剣術免許改伝。伊説藩士。元は、若狭藩川用人。藤田平介忠義の子で、津藩東道家に仕えていたが脱藩。京都に流れてきて、医師、水口家の養子となる。 新選組の川島坊と仲がよく、よく、身部団所に遊びに来ていたという。それが縁で、源氏元年10月前後に入隊した。その後の編成では、武田官流祭の6番組に所属。慶応2年9月12日の三上制察事件に、原田佐之助7番組に所属し、参戦。奮戦し、15両の報奨金を賜る。 慶応三年の幕臣取り立てでは、見回り組お雇いの格を受けるが、同四年一月三日に勃発したとば、伏見の戦いに身を投じ、五日に、淀で銃撃を浴び、戦死する。去年四十五、五皇宮神社の東軍戦死者名簿では、伏見で戦死とされている。明治九年に、長倉新八が混流した、新選組霊碑に、名がある。性格は、 迷路快活で子供好きと伝わる。吹き矢を得意とし、敵に当て、商品を得ては彼を慕う、子供たちにプレゼントしていたという。ありがとうございます。